ファイイルルメーカーサーバーーカサバのインストールこのビデオではファイルメーカーサーバーソフトウェアをサーバーマシンにインストールする方法を学びますファイルメーカーサーバーソフトウェアをインストールする前に必要なシステム条件について確認しておきましょうまずサーバーのハードウェアとオペレーティングシステムが必要最低条件を満たしていることを確認します次に サーバーのスリープモードとスクリーンセーバーを無効にします。Mac にファイルメーカーサーバーをインストールする場合は、a p a c h サービスを停止します。Windows にインストールする場合は、IIS を停止します。ファイルメーカープロアドバンスドがサーバーにインストールされている場合は、アプリケーションを閉じます。インストールプロセスで必要なライセンスキーを準備します。 ファイルメーカーサーバーのインストーラーをダブルクリックして開始します。エンドユーザーライセンス契約書が表示されます。同意して先に進めます。インストール先のフォルダを選択して、次へをクリックします。一台のマシンにインストールするため、ファイルメーカーサーバーマスターを選択して、 次へをクリックします。次の画面では、デフォルトのアカウントであるローカルシステムを選択し、次へをクリックします。所属を入力して、次へをクリックします。次の画面では、アドミンコンソールのユーザー名とパスワードの入力を求められます。この認証情報を使用して、ファイルメーカーサーバーの 各種設定にアクセスしますパスワードのリセットのために用いるピンコードの作成を行います次へをクリックします次の画面でインストールをクリックしてインストールのプロセスを開始しますインストールプロセスが終了したら完了をクリックしてアドミンコンソールを立ち上げます 先ほど作成したログインのパスワードを入力します。SSL 証明書をインポートするかどうかを決定します。これについては、次のレッスンで説明します。アドミンコンソールへは、ウェブブラウザからアクセスできます。URL はドメインの IP アドレスで、続けてスラッシュとアドミン、 ダッシュコンソールと入力しますこれでファイルメーカーサーバーのインストールは成功ですこのビデオではサーバーマシンにファイルメーカーサーバーをインストールしました次のビデオでは SSL をファイルメーカーサーバーに設定する方法を学びます